今でも忘れられないお母さんの言葉、君は私の子でなければよかったかもしれないな、もっと幸せになれるかも。でもお母さん、仏様がおっしゃったのよ、前世で500回振り向いても現世で一瞬しか会える機会がない。ただ会えたとしても縁がなければ一緒に歩むことができません。運命の糸ってもともと薄いですよ。だから人と人のつながり、この世界に対して、お母さんに対して、みんなとつながったあの薄い糸、少しでも大事にしたい。生まれてみんなと出会って愛されて、来世はどの形になるか私も分かりません。もう会えないかもしれない。なので今人間の姿で存在できる私、お母さんの頃までよかったと思う。全力で私にとって大切な人を守り抜きたい。全力でやることを果たしたい。